日中の最高気温は四万十市中村で 39.8 度、南国日照で 39.4 度となり、ともに観測史上最高の記録的な暑さとなりました。四万十市江川崎でも 39.2 度となり、四万十市中村と江川崎では20日連続の猛暑日です。また高知市でも最高気温が 37.5 度まで上がり、街には汗を拭きながら歩く人や日傘をさして歩く人の姿が見られました。今日は16の観測地点のうち10地点で猛暑日となり、6つの地点で今年最高となりました。子どももなかなか外で遊ぶ時間が取れないので、もう夕方涼しい時間だったりして遊ばすんですけど、本人は日中遊びたいっていうのでなかなか大変です。なんか結構もう6月くらいからすごく暑かったイメージがあるので、ちょっと長いかなっていう気はしますね。きついね、暑いよね、汗いっぱいかいてる。明日も各地で猛烈な暑さとなる見込みで、高知市の最高気温は36度となっています。こまめな休憩や水分補給を心がけるとともに、室内をエアコンなどで涼しい環境にして過ごすなど、熱中症に警戒してください。